ついてるね、ついてるね、ついてるともみん。今日も楽しい、ついてるともみん。へいへいほーですよ。はい。ベンツの車窓からお送りいたしておりますが、今友達のラーメン屋さん行って帰ってきました。はい。ちょっと斜めってる運転は。わかんないけど。すいませんね。まあ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 、いいにしてくださいよ。ね、私こんな田舎に住んでるんですよ。やばいっしょ。ここの坂、チムセ坂っていう坂でね。すごいでしょ、名前が。チムセ坂っつうのよ。血がむせるほどの坂だっていう、ね。あの、近所の方は言ってましたが。結構なもんですよ、ほら。ほらっつってもね、カメラじゃわからないか。急勾配なんですよ、結構。はい。そうそう。さっき俺、あの動画でさ、あの、あ、黒木だって言ったの覚えてる人いるかな、わかんないけどね。その黒木って何かっていうと、K の貨物のナンバーって、黄色に黒じゃなくて黒に黄色なんですよ。だから黒木って言って、これね、俺、息子がね、2番目の息子がね、よく言ってたのよ、ちっちゃい頃。父ちゃん、あれ黒木だって言うから、何黒木って言うのって言ったらさ、黒いナンバーで黄色の字、うん、ほら。普段運転してない人からしてみたら結構ね、その貨物のナンバーって見ないじゃない？だからそれ見るとラッキーなんだよって教えてくれてね。それから俺は黒木だラッキーって言ってることにしてたんですよ。うん、ことたま始めるだいぶ前だね。うん。でもそう、それ1日3台見るといいんだよなんつって教えてくれてさ、あ、そうなんだーつって。それからだよね、俺。見るたびに、お、黒木だラッキーつって。うん、ずーっと言ってるもん、何十年も。あ、いいこといっぱい起きるわけだよね。あの、皆さん様も本当にありがとうございます先生が本当に。まあね、これね、ちょっとあのセンサーが、センサーなんで、すいません、急ぐでごめんなさい。よし、これ坂を登ってきて、あたしんちに着きましたと。すごいでしょ、こんなすごいようにするんでしょ、本当にすごいですねつって、よいしょ。はい、まあそんな感じでございますよ、俺。ほら、鈴木さんがいい感じ。あ、すみません、すみません。ピーピーうるさいね。ごめんなさいね。ピーピーの後がポンポンつって言って。騒がしい車だと思われるかもしれませんが、すみません。よいしょ。鈴木のアップです。何の動画だっけ。だから、あれですよ。本当ね。普段からそういうなんかちっちゃいさ、いいことでもいいことだなと思って、ラッキーだって思ってると、もう口で言ってる言葉がラッキーになるから、いいことしか起きなくなるよってことを言いたいんです、僕は。はい、そういうことなんですよ。よいしょ。あ、ちなみにこの上も映ってるのがうちではないですよ。うちはこの後ろですからね。こっから、こっからもう今ここはうちの土地ですけどね。俺今バックしてるけど、バックしてる後ろの方がうちです。はい、そんな感じで。よし、なんでここはうちの土地なんで、あの車止まってるのも見えるじゃない、あれからこっち側が全部うちなんで、どこ止めても誰にも何も言われません。はい、当たり前ですよね、自分の土地なんだから。いや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 、まあそんな感じでさ、うん、いいことは本当に身近にあるんですよって、そうやってね、思っていただけたら、皆さんもなんかほら、これ見たらラッキーとか思っててさ、それ見れたら嬉しいじゃん。そういうのなんか持つと夢広がるじゃないですか。それを言いたかったんです。はい、そんなついでるともみでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画を見てくださいました皆様に、全ての良きことが雪崩のごとく起きます。ついでるともみでございました。チャンネル登録のね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチッとお願いします。あと、ヤッホーチームと、うん、パペット軍団も、皆さんね、12、3人デビューしてますんで、その方たち皆さんね、すごいいいこと話してますんでね、よかったらそちらもご覧いただいて、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。エンディングやってなかったね、いいことあるぞーをついてると、もみん。
そんな塩梅でよろしくお願いします。じゃあついてるともみんでした。じゃあねー、バイバイキーン、ウィンウィン。